こんにちは、デリシキッチンです。チョコプリンを作っていきましょう。チョコレート2枚を割ったら牛乳 100cc を加えて電子レンジで加熱していきます。ラップでしっかり蓋をして加熱していきましょう。加熱し終わったらヘラなどでよく混ぜてください。チョコレートを溶かしていきます。ここに生クリーム 150cc とブランデー小さじ1、そして卵1個を割り入れていきます。よく混ぜていきましょう。そうしたら容器に流し入れていきます。そして容器をすべてアルミホイルで蓋をしていきましょう。フライパンに並べてお湯を張って加熱していきましょう。沸いたら蓋をして2分加熱です。その後冷ませば完成です。いかがだったでしょうか。以上、デリシキッチンでした。バイバイ。